こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日はですね、ハーパンロングスリーブのすすめということでやっていきたいと思います。この動画を見ることでですね、きっとハーフパンツが好きになる、そんな動画だと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。まずですね、ハーパンロングスリーブっていう格好がまず僕はすごい好きなんですね。まあいろいろ理由はあるんですけど、なんかこう、限定されるんですよ。タイミングっていうか、気温っていうか。まあちょっとね、最初に書いてあって途中のものを言っちゃうんですけど、推しの気温はやっぱ18から25度ぐらいがすごい快適。うん、すごい快適なんですね。で、やっぱり、こう、ロングスリーブ1枚だとなとか、ハーパンだとなっていう感じね、お互いになるかもしれないんですけど、こう、組み合わされた時にすごいね、パワーを発揮するというか、レイヤードがすごい楽しかったりだったりとか、スニーカーの選び方がすごい面白かったりだとか、すごい魅力をすごい伝えたい合わせなんで、押したいんですよね。ただ、そもそもハーフパンツが、苦手な人っていうのは結構いらっしゃると。展示会とかやってても、ちょっと、ショーツはね、履かないんですよねっていう人が割といることに僕はちょっと驚きを隠せなかったっていうか、僕大好きなんでショーツが。驚きを隠せなかったんですけど、その苦手だという理由をですね、まあ代表的にこう言われたことがあるものを羅列してみました。で、なぜ苦手なのか。まあハーフパンツがなぜ苦手なのかということなんですけど、まず一つ目、足短く見える問題ですね。次、足太く見える問題。まあこのちょっとね、すね毛問題。照れ問題ですね。子供っぽい問題、異性受け問題と。はい。このようになってると思います。まあ代表的にこう苦手だって言われるものが、ここの、6つか、だと思うんですけども、これはですね、僕も全部解決できる自信があります。もう全部解決しますね。まず、足短く見える問題。これに関してはですね、根本の理由を探っていけばいいんです。で、これらの問題点の特徴としては、上2つはですね、機能的な問題、機能的っていうか見え方の問題なんですね。で、ここの真ん中2つ、すね毛と照れっていうのは、もう、ほとんどマインドの問題なんですよ。まあ、すね毛の見え方なんじゃないかっていう意見もあるんですけど、まあ、解決がものすごいしやすいっていうところで、多分どっちかっていうとマインドの問題だと思うんですね。で、この子供っぽい問題と異性受け問題っていうのは、まあ、すごくこう、なんていうのかな、第三者的な目線がすごい強い意見なのかなっていうふうに、まあ自分でもね、気になるっていうのもあるかもしれないですけど、まあそこかなと思うんですよ。で、これをまあ、一個一個解決していきたいと思います。足短く見える問題。これはですね、なんで短く見えるのかっていう。ところです。で、短く見えるメカニズムとしてはですね、ハーフパンツがこうあるんでしょう。こうね、こう、見えるかな？こう、こんな感じでじゃあハーフパンツがあったとするじゃないですか。すっげえ簡単に書きますけど。はい。こうあって、なんかこう、こう、足がありますよね。で、まあ、例えばソックスを履いてたとしますよね。で、こう、じゃあ靴があったとしましょうと。まあ、こんなすっげえシンプルですけど、こんな絵を描いたときに、まず、まあ、これがソックスだとしますよ。これ、まあ、こうか。リブソックスだとし、こう、縦にね、こう線があるとするじゃないですか。で、例えばですけど、まあ、この辺、本当は、こう足があって、ここ膝だとするじゃないですか。ちょ、気持ち悪いな。ちょっとこの絵が気持ち悪いことは一回忘れてください。ここ膝だとするでしょう。で、見えてる範囲が狭いじゃないですか。これだと。これね、肌が見えてる範囲が狭いから短く見えるんですよ。見えるんです。で、これ見え方の問題でございます。まあ、ヘアスタイルとかと一緒ですよ。どうそう見せないかがね、すごく大切になってくるわけです。もしここで、ハイソックスっていうか普通の丈のソックスを履いてる人はですね、スニーカー用のソックスに切り替えてください。そこで、もうこの分がですね、ここ、肌が見えるでしょ。こっちの方が短く見えるはずなんです。で、位置としては、膝が見えるかどうかぐらい。ほんとね、これ、すっごい絶妙なんですけど、まあ、こうあって、膝が、この辺みたいな。はい。こうすると、見えるかな？見えますかね？こっちの方が長く見えるはずなんですよ。位置っすね。あんまり短いとちょっと気持ち悪がられるっていうのももしかしたらあるかもしれないですけど、まあ膝見える見えないぐらいの感じにして、ハイソックスを履かないというか、スニーカー用のソックスに変えるだけで、かなり見え方はもう全然違います。これで言うと、まあこれで見てるからかもしれないですけど、もうね、もう体感的にもう 1.5 倍、足短く見える問題はこれにて解決っていうことです。はい。もうこれ1個目解決しちゃいましたからね。で、これ2個目。足太く見える問題。このね、いろいろスポーツやってたりとか、もう格闘技やってたりとか、まあ、根本的に体の筋肉の作りとか、こういうもので、足が太
見えるっていうか、まあ、がっしりしてる人っていうのはね、全然いますよね。まあ、それがこう、強調されるようで嫌だという方が結構いました。ワイドショーツを履けばいいんです。で、どうだっていうと、じゃあ、これもまたね、例にとりますけれども、こっちだけちょっとタイトなショーツにしますよ。こういうタイトなショーツ履いてるとするじゃないですか。これ測ったんで同じです。足の太さはこれ同じなんですけど、絶対こっちの方が細く見えるんです。で、これなんでかっていうと、これタイトなものを履いてる方がちょっと太く見えやすかったりするんです。あの対比で超ワイドなのを履いておくと細く見えるんですよね。ということで、かなりワイドなものを履いちゃえば、この足太く見える問題っていうのも解決しやすいです。めっちゃ太いとかになってくると、まあ、根本的な問題がもしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、人よりちょっととかの問題は、もうかなりこのね、履くものを選ぶだけで全然違います。なので、まあ、コツとしてはですね、まあ、大人のハーフパンツの履き方とも言えますが、根本のハーフパン苦手な人に言いたいのは、膝見える見えないぐらいの丈のワイド選べば、だいぶこの二つっていうのは解決しやすい。あとソックスとか靴の選び方になってくるんですけど、はい。まあ、この辺はかなり解決しやすい。もう簡単な問題なんですよ。はい。で、ね、二言も解決したでしょ？で、すね毛問題。もうこれね、一番と言っていいぐらい解決しやすいですね。あの、もう脱毛いけばいいんですよ。で、もう、ね、僕は脱毛中途半端にしてるんですけど、これはもうだって、いくらでももう解決方法なんてあるわけですから、まあ脱毛行ってもいいし、あの、微妙にすくっていう手もありますね。あの、ドンキホーテとかドラッグストアとか行けば、そんなね、すね毛グッズなんていっぱいあるわけです。すね毛ブリーチっていう手もあります。色抜くってことですね。皮膚の色に近い方が、なんだろう、毛の感じが分かりにくい。じゃないですか。まあ、欧米の方の人のハゲと日本人の人のハゲだったら、日本人の人の方が散らかって見えるのは、その、皮膚の色と黒い髪の毛の対比で、あの、少ないなっていうのが目立ちやすいんですよね。あれ金髪だと分かりにくいじゃないですか。ああいう感じで、まあ、ブリーチしちゃうっていうのもいいし、すいちゃうっていうのもいいし、脱毛してもいいし、まあ、気になるんだったらいくらでもね、これ対策はあるんですよね。まあ、そのぐらいケアしろよって僕はちょっと思うわけです。女の子見てみてくださいよ。もう、一年中何かケアしてないといけない。まあね、これ男女で言うのもあれですけど、まあ一年中何かケアしている、この隣に立つもの、まあ一緒に出かけるとしたらね、ものとしてもそんぐらいやろうよと。やれやって僕は思ってるんで、これはやりましょう。はい。で、照れ問題。これもうマインドです。慣れろってことです。何でもね、最初はね、照れるんですよ。もう、社会人になりたてはちょっとスーツ着るのが照れるとか、学生服初めて着た時めっちゃ照れるとかね、初めて行くなんかは照れるなとか、あるじゃん。ね。何もかも慣れなんですよ。照れっていうのは慣れで、もういくらでも解決できるし、僕の YouTube だってそうですよ。カメラに向かって一人で喋るって僕マジでできなかったですからね。これ、バカバカしくなってくるんですよ。一人で、部屋で、カメラに向かって、スマホに向かって喋り続けるって、これ結構なメンタル必要だなと思ってたんですけど、今もう慣れてるから、もうなんとも思わないですね。なんとも思わないです。は、これも慣れろ。ね。慣れろって書こうか。ね。慣れろ。慣れてます。はい。子供っぽい問題。これがですね、今回のこう、なんだろう、テーマに繋がってくるんですけれども、ハーパンロングスリーブっていうのは、上が長袖なんで、子供っぽくなりにくいんですよ。子供っぽい問題っていうのはどういうことかっていうと、なんだろう、夏休みに虫取りかごを持って麦わら帽子かぶってサンダルで走っていく子供みたいなね。今そんな子がいるかどうかは一旦置いといて、夏休み感がこう出ちゃう。ことだと思うんですよね。走るたんびに水筒の氷がカラカラ揺れる音がするみたいな。いいっすけど。だからね、夏っぽくていいんですけど、そういうのがちょっと大人としていかがなものかっていうところがおそらく問題になってると思うので、これがですね、ロングスリーブを着るっていうことも一つの解決方法ですし、あとは小物ですね。アクセサリー。ハーフパンツって、やっぱその、カジュアル感がえらい強いんですよ。で、これがネガティブな方に向くと子供っぽくなるんですけど、カジュアル感がえらく強いってことは、抜きの要素がすごい強いってことなんですね。コーディネートにおいて。で、アクセサリーって足し算じゃないですか。だから、なんか例えば、まあ、パンツ、ブーツ、上着の上にさらにアウター、アクセサリーってなると、もう足し算になっちゃうでしょ。で、そうなるとちょっと印象が重く
くなるんですよ。で、超軽くなるんですよ、ショーツって。超軽くなったチャンスを見計らって、ここはね、アクセサリーの使いどころなんですよ。軽くなった分重くできると。足し算ができるってことなんで、アクセサリーだったりとか、アイウェアですね。こうサングラス、夏なんかすごいね、サングラスいいですから。まあ今、マスクしなきゃいけないみたいなところが多いから、もう、誰でも不審者みたいになっちゃうんですけど、そこはレンズの色をちょっと薄くするとかね、ちょっと工夫すれば大丈夫です。だからそういうことをすることによって、子供っぽい問題っていうのも、アクセサリーと小物を使うことで解決できるんですね。で、これもうほとんどもう全部解決し、ラスト、異性受け問題ですね。これはですね、もう、僕はそう思うってことになっちゃうんですけど、僕自身こう男だから、異性受けっていうのをね、どこまで把握してるかわからないんですけれども、まあ、今までこうね、仕事をしてくる中で、特にこう女性のお客様と向き合うことが多い仕事をしてきた身としてね、いろんな声を受けて感じるのはですね、その、着方だと思うんですよ、これ。ショーツが許せない子っていうのは、許せない格好のイメージをすごいしてるんだと思うんですよね。あとは、もうスネ毛問題だったり、この辺の問題を解決してないから、なんか子供っぽかったり、この辺が解決してないから、着こなせてない感じになって、やっぱ受けが悪いとか、メンズのショーツは嫌だとか、初デートに着ていくなとか、お前は絶対ショーツを履くなとか、いろんなこう意見が出ちゃうわけです。逆にですけど、ここまで解決してる人の、ハーフパンツもこの人たちは否定するのかっていう話じゃないですか。これってね、もう全員に受けようと思ったら無理なんですよ。で、無理ですよ。で、メンズのファッションですよ。逆に女の子のファッションだってそうでしょ？例えば、何かな。すっごい短いトップス。まあ今、クロップでタイトな T シャツとかね。お腹出すのがちょっと流行ってません。ちょっとね、Y2K トレンドっていうか、はい。流行ってるじゃないですか。で、あとはまあ、めっちゃ短い。ショートパンツでもいいし、じゃあスカートとかも、あれって賛否両論あると思うんですよ。自分の彼女にそれをこう履いてほしいと、メンズが思うかどうか、着てほしいと思うかどうかって、結構割れると思うんですよね。なので、自分的にこの辺全部解決できてると。自信のあるコーディネートができてるっていう場合、多分この異性受け問題っていうのはかなり解消されると。もう半分以上、50% 以上は解決されると思うんですよ。だって、そんなこと言い出したら、海行った状態全員嫌いみたいになっちゃうじゃないですか。もうだって、ね、みんな短パンでしょ？いや、あれは海だからいいんですよと。ね、じゃああれ、どっちかっていうと海だと、こう体が仕上がってれば OK みたいなとこあるじゃないですか。あれは OK で、T シャツ着た瞬間、ね、ロングセリフ着た瞬間無理になるっていうのは、やっぱね、組み合わせなんですよ。だって短パンが根本的に嫌いだっていう話になるんであれば、もう海とかプールとか行った時のメンズが全員嫌いってことになるじゃないですか。なんないかな？フィールドが違う？まあでも、いろんな意見あるかもしれないけども、もうこの辺は解決しちゃってるんで、多分大丈夫。ね。っていう話です。以上ですね。ハーパン苦手民に対して僕なりの、解決方法を提案させていただきました。で、最初にも言いましたけれども、僕がすごい好きな服装、ハーパンロングスリーブ。ね、できるタイミング非常に少ないですね。気温、まあ最初にも言いましたが、18から、体感ですよ。僕の体感ですけど、18から25度が非常にやりやすい。25度付近になってくると、こういうこう、薄いやつじゃない。きつい。パーカーとかちょっと無理っていう風になってくるんで、割と僕、ショーツにパーカーとかスウェット結構好きなんで、まあそれはね、まあ、20度前後ぐらいまでかなって思ってるんですけど、まあその辺の気温が推しでございます。まあこの1年を通して何着たらいいか分かんないっていうか分かりづらい今の時期とかに、割とやりやすくて、やれるタイミングが少ないからこそこの機会を逃すものかという気持ちで、このコーディネートしていくっていうのも非常に楽しい。と思います。そして、ショーツの、ハーパンロングスリーブの利点ですね。この服装することでどんな利点があるのかっていうことを話そうと思います。ショーツを活かせる。ね。みんな1枚くらい持ってんじゃないですか、ショーツ。まあ、ここまで、もう全部当てはまってる。全部嫌いっていう人だと持ってないのパターンもね。全然あると思うんですけど、まあ、だってこれ全部解消できたら、履いてもいいじゃん。履こうよ。な、履けや。ね。そういうことですよ。まあ、手持ちのショーツを。活かせます。まあ、ちょっとね、活かしにくいものもあります。超タイトル、めっちゃ短いみたいなね。うん。で、そういうのはちょっと活かしにくかったりはしますけど、まあ、割と手持ちの服も活かせます。バリエが増えます。ね。服装のバリエーションが増えるっていうのは非常にいいことじゃないですか。だから例えばですけど、ロングスリーブの登場回数も、これによって増えてくる。同じ服が違う感じに見えるっていうのは非常に素敵だと思うんですよね。普段デニムにしか合わせてないパーカーがあったりとか、スウェットだったりとか、そういうものがちょっとこう、
見え方が全然違うんですよ。で、割と僕推したいのは上下スウェットのハーフパンツに、トレーナーみたいなセットアップ。すごくいいと思ってます。はい。で、上級者感。上級者感がね、出ます。絶対出ます。これだって、あんまりやってる人いないから。だと、あとね、難しそうに思われやすいから、これは結構上級者感が出るわけです。そして、ね、こう、すね毛問題の時にもちょっと触れましたけれども、足にも気を使えるようになる。これはね、むしろポジティブなことなんですよ。なんでかっていうと、普段自分の体って見てるようで見てないんですよ。僕もちょっと太っちゃったりとかするから、なんかね、全身でなかなか見れないんですけど、まあ、あえてね、まあ、例えばですけど、まあ、T シャツだったらここまではこう短いわけじゃないですか。そしたらここは見えるから、なんか無駄毛が気になるなって思ったらケアしようと思うし、肌が荒れてるなって思ったらケアしようと思う、と思うんですよね。だから、出すことによって足もちゃんとケアできる男になれるってことです。これはいいことなんですよ。やっぱね、全身ちゃんとケアした方が、やっぱいいと思うんですよね。まあ、適度な運動もそうだし、やっぱこう、なんだ、まあ、むしろボーボーな方が、キャラ的に合うっていう人もいるかもしれないんで、そういう人はもうそのまんま履いちゃえばいいし、でもそれがキャラ的に合わない。僕はちょっとキャラ的に合わないんで、なんかこう、そういう人だったらケアすればいいし、もうどうにもできるわけですよ。それやらないのも本当に言い訳なんで、はい。もうこの辺はちょっとね、もう気を使えるようになるっていう。いいこと。快適。めっちゃ快適。これめっちゃ快適なんですよ。これやったものにしかわからない快適さがあるんですよ。このぐらいのね、18から25度なんてね、この世の世界の中で最も快適な気温、まあ、僕の中でですよ。世界で最も快適ぐらいの気温の一番の楽しみ方だと思うんですよ。こう、上長袖だから寒くないですよね。寒くないし、でも風がこう入ってくる。ワイドなショーツを履いてるとね、風が入ってくることによって、なんかこう、なんだろうな、こう、自然を感じられる都会にいても。なんかこう、風が気持ちいいわけですよ。ね、そういうことにも、つながる。素晴らしい。パーフェクト。そんな、服装だと思ってます。ハーパンロングスリーブですね。まあ、ここでね、ロングスリーブの選び方もちょっとコツがあるんですよ。それはすごいシンプルです。なるべく大きめを選んだ方がいいんですよね。なんでかっていうと、この苦手、これをやんない人が適当にありものの服でなんとなく滑るなっていうのは、イメージできるのは、上下ともジャストサイズでやるとなんか変な感じになっちゃうんですよ。これ、上着はちょっとでかい方が良くて、なんでかっていうと、腰の位置をあんまり悟られない方がうまくいくんですよね。日本人の場合特に。うん。胴長短足なんですよ、日本人って。僕も含めて。胴長短足がもうデフォなので、どっちかっていうと腰の位置っていうのはあんまし曖昧にしといた方がいい。だから僕らがタックインが似合わない、似合いにくい人種なのもそのせいなんですよね。タックインのスタイルっていうのは上着がないから、もろに腰の位置が上がっちゃうじゃないですか。あれもスタイル勝負なんで、あれで決まる人はいいんですけど、あれが決まりにくいなっていう人は特にですね、腰の位置悟らない方がいいから、それが被ってくるちょっとデカめの方がいいっていうのと、ワイドなショーツを提唱してるんですけど、まあいろんな着方があるから、じゃあワイド以外はダメなのかって話になっちゃうんですけど、そんなことなくて、でも、このショーツを履くとき、T シャツだろうがロングスリーブだろうがなんですけど、どっちかはデカくした方がバランスが、取りやすいんですよね。ということでですね、ハーパンロングスリーブのすすめでございました。ということで、僕なりの、いくつかの、スタイルを組んでみました。若干ね、黒いハーパンしか持ってないとか、レオパードのワイドショーツとかあったらね、ちょっと欲しいんですけど、なかなかこう、理想のものが見つからなかったりしてるんで、ちょっといろいろ話しましたけれども、最後にちょっとスタイルサンプルとしていくつか提案させていただきたいと思います。こちら着画になります。今日、このまま着てた服ですね。ヘルベティックの、シェラドライスキンのワイドカーゴショーツと、CE のトップスと同じく CE のナイキの、95ですね。エアマックス95です。まあ、色合わせしつつ、まあ、シンプルめでグラフィックの特徴のあるトップスと、テクニカルなショーツを合わせてるって感じです。で、こちらがボラミービジュアーのワイドスウェットみたいなやつにギャルソンのショーツですね。で、まぁ、ちょっと靴がね、他の靴がなかったんで、このエアフォースワンの、サンダルみたいなやつなんですけど、本来はね、ちょっともうちょいボリュームのある、パンチのある靴を履きたいところですね。ローカットとかで。はい。で、こちらです。まぁ、寝るシャツみたいなものに、まぁ、内側 T シャツ着てショーツで、みたいな提案で、これで僕が言いたいのは、アクセサリーですね。
手元、腕まくりしてアクセサリーを見せるっていう形です。まあ、本来は、ちょっと、靴変えたいなとか、インナーもうちょいこうしたいなっていうのがあるんですけど。はい。で、こちらですね。ヘルベティックラボのパーカーと、コブラキャップスのワイドショーツですね。で、これも本来上下スウェットとかでやりたい。そんな感じのやつです。で、こちら、ヘルベティックの、シャツと、同じくワイドショーツですね。で、これはなかなかバランスがいいですね。ただ、靴だけ、レザーのタングツみたいなやつとか本来は履きたいなって思ってます。まあ、こういうちょっとこう綺麗めなものと合わせてもあのデザイン性のあるカーゴショーツとかを持ってくることでまあ機能的にもありますし、まあコーディネートの外しとかプラスの要素にもなるのでおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、ハーパンロングスリーブのすすめということで動画を撮らせていただきました。皆さんがですね、手持ちの洋服、まあ、ショーツですね、ショーツの活かし方の、まあ、何かのヒントになればというところでもありますし、まあ、やっぱね、クローゼットにのぼ、眠ってるだけだと、ショーツももったいないんで、その提案もできたらいいのかなと思って、まあ、自分なりにいろいろ提案させてもらいました。何分こうね、ラボにいるもんで、まあ、何枚か服持ってきてやってみたんですけど、本当はもうちょっとこう、靴変えたりとか、いろいろやりたいなとは思うものの、まあ、できる限りやってみました。いかがだったでしょうか。いくつか告知がございます。まずですね、今日、履いていた、ヘルベティックのショーツ、ワイドカーゴショーツ、シェラドライスキンのワイドカーゴショーツが、再販いたします。あさっての13日、あさって13日金曜日の夜9時から、再販ということにさせていただきます。すごくね、ま、機能的にも優れていますし、まあ、モードでテクニカルな一着だと思うので、まあ、推しの一着です。同じくですね、5月13、14、15日に、前回の動画でも言っていましたが、横浜でですね、メソというブランドと、あと、イトチというブランドさんとですね、3社で、展示会をやらせていただきます。ヘルベティックが、ゲスト出演という形になります。で、今まで、リリースしてきたものを、会場で、見ていただいて、ある程度、買って帰れるようにストックも持っていきたいなと思いますんで、お近くの方ぜひ、いらしてください。概要欄に書いてあります。あと、告知ばっかりで申し訳ないんですけど、5月の27、28、29の3日間、東京、6月の3、4、5、3日間、大阪で、ヘルベティックの、新作の受注会を行います。ようやく新作がね、仕上がってきて、そちらの受注会を今月末と、来月の頭行います。会場も決まりましたので、概要欄にですね、載っけておきますんで、ぜひそこは予定を空けておきつつ、クレジットカードをですね、枠を空けといてください。で、今回すごい自信のあるものが仕上がっておりますんで、そちらをぜひですね、体感していただいて、皆さんに来ていただきたいなと思ってます。新作は、月末、月初東京大阪会場お披露目ということになります。今週末の会場では過去にリリースしたもののみ会場に持っていくって形になりますので、まあ、どっちも来てもらえると非常にありがたいんですけども、新作をっていう方は月末と月初にいらしてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ツイッターやインスタグラムやってるんで、そちらもぜひよろしくお願いします。モチベーションになるんで、ぜひですね、なんかコメント、動画に対してコメントいただけると非常にありがたいです。どうもありがとうございました。